皆さん、踏み込めです。今日はこんな話題からいきましょう。新潟市経済社会最高本部会議、これに今日は出てまいりました。文化担当としてですね、今必要な取り組みをですね、実は僕まとめたんです。じゃん。この3ヶ月の自分の考えをまとめました。非常に具体的に落とし込んでるので、これを実現したら新潟市は世界に誇れる文化都市になるよっていう提言です。皆さん、これを皆さんアップしたら見てもらいたいです。で、これが例えば5年後にどこまで実現してるのか、どこが進んでないのか、基準になると思いますので、今までの常識を一旦ゼロにして、新しい価値観、システム、方法、そういうものをね、作っていかなきゃダメな時期に来てますので、見てもらいたいと思います。これいろんな人に今配ってるんですけど、とてもびっくりされてて富裕さん考えたのって言われて、どういうふうにみんな思ってんだろうな。これ普通の代理店で考えたら、これお金発生しますから、これを僕が無償で提供するっていう、いい考えはみんなでシェアしようという考えのもとやってますので、ぜひこれは見ていただきたい。新潟市の持っている施設でのいろいろなコンサートの機会をまず提供してくださいということと、アーティストを助成するような方法、いろいろなことをですね、ここに載せてますので、これが実現したらいいなと思います。はい、でですね、ここ1日2日、実はですね、秋以降の演奏会の問い合わせが入ってきたんだよね。学校が一つで、もう一個はいつもやってる、例年やってる施設のとこから今問い合わせ来たんだけど、まあゼロだと思ってたんですけど、徐々に出てきたので、形はどうあれ嬉しいですね。うん、ただ第2波が来た時に、今の状態ではまた中止になるので、今のうちに新しいシステム作りをしましょう。そうするとまた中止ですよ。だからここで必要なのは、本で言うと岡本太郎なんですけど、自分の中に毒を持てっていう本があるのかな、読んだことあるんだけど、これすごくためになる本ですよ。読んだことある？ね、自分の中に毒を持てだと思うんだけどな。すぐ読めますので、型破りなこととか常識に枠にとらわれることって結局つまんないことで、芸術は爆発だっていう有名台詞がありますけれども、宇宙の始まりが爆発から始まってるわけですよ、ね、で何かが壊れた時には新しい何か価値観が生まれることになってるわけで、今もこの価値観壊れたわけでしょ。普通に満席で聞けるっていうことはもうないわけで、これからは。じゃあそこで既存のルールが適合できるかって言ったらできないわけで、今こそ岡本太郎の精神って必要で、はみ出すぐらいでいいのよ。芸術なんだから。はみ出すぐらいのこと言っていいわけよ。だからこの提言は、本当にそういう枠組みを超えた提案ですので、ここでできてくるのが責任の所在とかね。じゃあどこが責任持つかの話が出てくるんで、ここがめんどくさいんですけど、一つの方向に向かって協力をしていくっていう形を作りたいなと思います。僕のコンサートも今後やっていきますので、その事例をみんなで共有していくと。で、最終的なロードマップは、ロン・カーターさんをリュートピアに呼んで、お客さんも演者も本当に音楽を楽しめる、そういうとこまでまず行きたいなという思いますので、皆さん、頑張っていきましょう。